サが、ね、だいぶ汚れてると思うんで、今日はフィルター掃除をしていこうかなと思ってます。まず手に行きます。切って、切った蓋を切る。結構あ茶色くなってる。混んでんじゃん。私のは、浄水器なんで、普通の水で、浄水で。シックスいないんで、その水で大丈夫かなと思います。すごいな、ローリングすごいな。で、
が。そしてあとは、バイオスコール、もう一回、バクテリア入れていただきます。これはね、なんかすごいね、結構高かったんですよ。1320円、高いでしょ。だけどなんかすごい一番 お店の人おすすめで、高級、最高級バクテリア淡水用、ただプロでしたね。あれですね、自然界では多くのバクテリアが浄化作用として環境を保っています。餌の残りや糞といった有機物を放置しておくと、水の濁り、ろ過器の目詰まり、悪臭病原菌発生となります。有機物を素早く分解し、きれいな水に戻し込めば、複合微生物配合構成のバクテリア、バイオスコール。してたんですけど、もうちょっと入れてみますか。ちょっとだけね、追加分なんで。これで様子見ましょう。以上。もうね、みんな元気で生き生き。一応もう元気ない子はいないっぽいんで、前もね、青い子のちっちゃいメダカちゃんが餌食べてくれなくて、元気ない子もね、亡くなっちゃったんですけど、今はあんまり元気なさそうな子はいないんで、エビとかはもう絶えずね、下のコケとか食べてくれて元気です。こうやって食べてくれてるんで、チェリーシュリンプちゃんたち、イエローチェリーシュリンプももうすぐね、卵生まれそうなんで、あと土壌もですね、土壌も元気です。土壌も増えてます。こういう感じですね。